presents Junk Wednesday Junk。 この間ね、お猿が、ゴルフを始めたんで、うまいだろうね、ぜひね、関根さんやりましょうって言うんで、お猿のスケジュール押さえておいて、で決まってたのよ、そしたら今度ね、キャインもお猿を誘ったわけ、同じ日に、ああじゃあ一緒にやりましょうっつって、キャインとお猿と飯尾と出川君来た、楽しそうで、僕はお猿と飯尾ともらったんだけど、お猿もあっちめんでさ、うまいでしょ、うまい、運動神経いいもんね、始めた割にはうまい、始めたての割には、でもうちょっと距離も出てくると思うんだけど、いいところ持ってんのね。でまあ飯尾は相変わらずアプローチが甘くて、ベテランみたいなゴルフなんですよ、みたいなそれで出川くん早速遅れてきて、ギリギリになってきて、やばいよ、電話したの、フロントに千葉方面って言われて市内方面行っちゃって、おかしいって言うんでまた電話して、今度フロント男の人出て違うって言うんで、ギリギリでしたすいませんっつって迷っちゃったね。迷ったわけ。違うインターで降りたらしいんですよ。あれやれ。でまあご飯食べて。なんで違うインターで降りる。で食べて出てきて、でキャインと回ったらしいんだけど、言うことがなんか全部ね間違えるんだって。え？今日さ結構さ日差し強いからさ、こういう時はさバドワイザーしないとまずいよねっつって。3倍か。それもギャグじゃないんだって。マジ？マジで。それで。それでもドワイザービールでも黄金の液体飲んでるわけ、もうウドは朝からビールをやりながら、そう、あ食事の時に、そう、朝から飲むんだあいつ、サイコロステーキ食って、朝から昼、あびっくりした、昼、あ昼ね、うん、ビール、あウドは朝からビールですよ、で昼もビール、はあ、で出川くんはクリームソーダ。かわいいね。お子ちゃん。お子ちゃん。長く飲めないんだ。飲めないの。あ、そうなの。それでね、ロッカールームがあって、まあ皆さんゴルフ行った人はちょっと分かりづらいと思うんですけども、ロッカールームから、そうね、やっぱり30メートルから50メートルぐらい歩いて、遠い場合は浴室行きますよね。ああ。で浴室で脱いで、まあそこにまたこう籠とか入るわけですけども、出川君はもう。ロッカーで俺のところに関根さんも入ったんですか、あそうですかって言って、失礼しますってパンツ一丁になって、あロッカーで、ロッカーで、で靴をロッカーの外に置いて、そのまま歩いてっちゃったの、あれーと思って、しばらくしたら向こうから大爆笑のウズザーもう俺にとってこれ全部がさ浴槽でロッカーだからさ、ロッカーがもう全部もう風呂みたいなもんだからバカじゃないの別にいいのかな、いや本来はやっぱり叱られ、マナーとしては規則じゃないけど、マナーとして、まあ、やっぱりあっちで脱ぐべきなんだろうね。でもそんなことはさ、書いてないよ普通、ちょっと常識だから、そういうとこやっぱすごいね彼出川君は。大体なのさ、俺最初に来たんだけど、なんで違うインターで降りるんだよインターって間違いないでしょ、通り過ぎちゃったのかな、だから先で降りる、通り過ぎちゃったことあるじゃない、そう、あ、いけないって、そう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 、でも前では降りないでしょ、そうなのよ、でっかい字で書いたんだしさ、でもギリギリ間に合うのもまた手川くんっぽい、ね、あーそうだね、で天野は声響くでしょ、あでウッドはへーっつって、でウッドはねもうフェアウェイにいないんだって、もう山から山へね、あー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 って言いながら山から降りてきながら、ゴルフって楽しいねっつって天野が嘘つけっつっていいね、で途中ほど良くなったらしいのよ、すごい途中からボギー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 になって、でみんなに勝ってるわけ、どうしたのこれっつったら、ちょうどもううんこしたくなっちゃって、でもトイレがないんで我慢したら、こう体がキュッて、あ肛門が引き締まって、ああそれ俺も会ったことある、あそう、もう出ちゃいそうで、うん、だから余計なことしないわけ、静かに上げてステンって音で、飛ぶんだよね、あそう、うんち我慢してる時あった、僕もあいつも絶対右とか池があって、ああって池に入るのにま、っすぐ飛んで乗ったよ、そういうもんで、パターも寝ちゃうよって、そうってやったらボンと、ああそういうことなんだ、そうそう、だからイメージとして余計なことしないんですよ、だから自分でお腹が痛いイメージでやればいいんだ、そう、それか肛門から杭が出てて、地面に突き刺さってるから、ああなるほどね、うん、それで食人族バカ映画だったバカだねすいません長い
おお。こんばんは、小坂井和樹です。杉野勤です。小坂です。有香です。小坂です。さあ、どういうことですかね。もう11月ですよ。2ヶ月ちょいか、あと、はい、早かったな。毎年行ってるね。早かったな、早かったなって。さあ、東京国際映画祭盛り上がってますよ、渋谷ね。今ね、一番小坂井リスナーが気になる映画情報が届きました。それは標茶情報です。はい。来年1月にはついにシベリア超特急3がシアタープロを皮切りに全国公開になります。はい。さらにシベチョウ4はなんと舞台公演らしいです。そうなんですよ。三田佳子さんと三田さん の, あの長男が出られるそうです。あと宇津井健さん、丹波哲郎さんなどが出演予定だそうです。はあ、丹波さんセリフ覚えられる。シベチョウ5ではロープアクションが登場し、最終作のシベチョウ6はラブストーリーらしいということです。大変だね。第6部で完結と。しかも 4は舞台公演だから見ることできない人もいるね。全員が。そう、あ、でもあれじゃない、水野さんビデオ撮ったりして、あるいはあの映画にするんじゃない、その舞台を。映画に。いや、だから映画化、映画化にちゃんと、ね、それもね、あ、ということですが、いや、暑いですね、水野ちゃん、ハロちゃん、暑いですね。ボンちゃんはどれに出るんでしょうか。ボンちゃん全部出ます。そうだね。それでは今夜も3時までよろしく。本日リリースのアルバムリアリティーズより山下達郎さんです。 Love Goes On、 その瞳はゴッドです。水曜ちゃん、小崎んで、わー。本日のスターティングメンバーを発表します。1番バスト高橋英樹、2番ネイル伊吹吾郎、3番 DH 水野ハローちゃん。 DH って何の略。全部ヒップ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 。もっと振って、振りバカ。もう小崎んずリポート。むっくん、ケイと神戸。ケイってあれ？ケイです。違うよ。え？あのね、これ2つの話なんですけどね。あのラビも好きでしょ、佐藤ケイさんと。あ、ケイさん。あの土曜日のラジオでケイさん来てくれて。はい。あの僕のあのプロフィールを見たらさ、昭和3年生まれなのよ。ほう。70だから3。で、もう最初知ってた、あの市役所勤めてたんだって。あ、そうなの？うん、戸籍係だった。それはじゃあもう役所広司さんと同じですね。そう、それでやっぱり芝居やりたいから、で小沢栄太郎さんが好きで。渋いね。で、あの悪役にしびれたんだって。好きだ、小沢さん。あの悪の色気に。あ、悪そうな、あのずるくて悪くて、あの やってたよ、そういう役も。素晴らしいっす。で小沢栄太郎さんはどこに所属してんのかなって調べたら俳優座だったんで、俳優座受けたんだって。すごいな。うん。それで中台さんと宇津井さんと同期なんだってさ。おー、そうか、うん、すごいメンバーなんですねって言ったら、いや、みんなですごいけど僕はねーとか言ってて、はい、それででも僕はもう佐藤圭さんで一番鳥肌だったのは、あのカッサにぶん殴られる。おー。で僕兵隊役だと思ってたのよ。たらあの事前にね、あの あれはあの勘違いございません、勘違いしてますから、悪名そうです、悪名かと思って、でもな、番組でそれ間違えても失礼だから、あ、よかったと思って、はい、悪名であのカスさんに往復原稿されて、はぁはぁつって許してくれ、もう勘弁してくれっていうのを見て、本当に怖す、痛くて怖そうだったんですね。あれやねつってね、あの時組合が強くてね、あのシーン撮ってる最中に電源落とされちゃって、次の日また撮らされて、本当に嫌だったんだって二度も殴られるんだと思って本当に嫌で、もう勘弁してくれって言ったんですよとか言って、面白くてね、無表情になっていくんだよね、殴られて。あんな芝居見たことないもん。大体とか言うのにさ、だんだん殴られてるって、こうヘナヘナしてきて、そう、もうで、もう勘弁してくれ、そう、顔がね、もうもう表情がなくなる、本能がなくなって、表情がなくなって勘弁してくれ。でもね、あの千田コレアさんって人に、でもその笑った後に、いやでもね、芝居っていうのは無駄なことをしなくなっていくのが上手くなることだって言われたんだって。ああ、そう、さすがですねとか言って、僕なんかね、見なきゃでねつって、で子供の頃はひょうきんで江ノ健さんの真似してたらしいですねつったら、あ、してましたねとか言って、したら、なんとかの侍をとかやってくれて江ノ健もうあれは人気者だったんだって。でもね、やっぱなんかね、全然柔和な方なんですよ。あ、そうなんだ。ニコニコあ、そう。でね、大きく見えたでしょ、あ、そういった失礼だけど、
あんまそんなに大きくないことなんだろうと。でもおしゃれでしたけどね、着てるのとか。あーオールバックでしょ。オールバック、いいかっこいい。俺あのターミネーター2の試写会の時に隣に K さんがいらっしゃった。うん、あそう、うん、それでね週刊文集とかそういうような雑誌をねずっと読んでらしてね、うん、声かけられなかったんです、うん、怖くて。ちょっと雰囲気があるもんねでも絶対大丈夫だよ、声。あそう、あのすごく優しい方でしたよあまあそれが K さんなんですけど、 K さん K ですじゃなくてね、はい、でねあの芝居で神戸行ったんですけど、はい、やっぱみんなとさだんだん仲良くなってきたから、はいはい、あのさ着いた日はあの移動日だったの、あの前から、松坂ってとこね、はい、あのだから松坂牛の松坂、そう松坂ね、一回や工業や工業や公演やってこうやって次の日はあの移動だった、移動だけでよかったの。ああなるほど。だこの日にさで次の日が 2回公演で、あのその最後の日は昼の公演で帰るから、あちょっとこの最後次の日の夜はだとみんなほら朝あ女優さんなんか大変だから、うん、この日ちょっと行こうっつって神戸ちゃんのところに調べてもらって、うん、美味しいとこないのって言ったら、うん、あったんですよ、肉屋さんがやってる、ステーキ屋さん、おこれがねうまくてね、でねちょっと面白いオーナーの人でね、すごい自信を持ってるわけ、うちの肉屋もで最初ねあの僕で名前で取ってくれたんだけど僕だと思ってなくて、うん、冗談で言ってたんですよ、小坂井さんって小坂井和樹さんだったりして言ってたら本当に小坂井さんがいらっしゃいましたねとか言ってそれで東君とかみんないるから、ちょっとすいません、まず今日 どんな風に召し上がりますかって言うから、鉄板焼きなんだけど前で焼いてくるんだけど、みんなどうする、女の子なんかヒレのがいいのとか言ったら、できれば両方味わっていただきたいと思いますけどとかあじゃあもうじゃあどうしよう、お任せしちゃおうよっつって、お任せしますよ、ちょっと待ちくださいって肉持ってきたんだけど、確かにさいいピンクの霜降りのサーロインとヒレ持ってきたわけ、それでもうその顔がね自信満々ご覧くださいこれいや感じの悪い人じゃないんだよご覧くださいこれ色が違いますから、これ関東でありませんか、関東でこの肉ではありません、断言しましょうか、私でありませんこれ。でこれ 200g とか皆さんおっしゃいますけど大体200以上お食べになりますよ、おいしいからシュですいません、ちょっとこれお持ちになって写真撮らせてくださいっつって肉持ってみたら写真撮って何なのかなと思って、ああ飾られてるどうも多分飾られてる、で確かにうまいのよ、でまずはこうサーロインをっつってシュよくあの通の方なんかだったのレアでっておっしゃられてるんだけど、肉がちょっと溶けないか美味しくなりませんか、この油がこうちょっと溶けるのが、この油は溶けないことはません、この油やっぱりなミディアムレアぐらいがいいの、そうなんだって、やっぱ油がチュッて溶けたのが美味しいんだって肉はね、そう言いながらあの刺しも出てきましたけど、ね、これうまくてさチュッてやってなんか面白い刺しみたいな切り方をしてくれて、でね食パンが置いてあんのよ、鉄板の上に、アルミの上に、でこれでみんなでこれつまんじゃおうかと思ったら、あのお肉を食パンの上に乗せますので、あの一番最後にその油を吸ったパンを食べていただきます。ああそうですか、分かりました、よかった、ちぎんなくてな、それでチュチュまずはあの何もおつけにならずにどうぞ召し上がってください、ほみんながじゃああのリーダー酒食べてください、あじゃあ食べますって塩も何もつけないの、もうあの塩コショウしてくれてるから、まずそれです、うまい、だその時僕が笑っちゃったのよ、ただその焼いてた方がもうやった、嬉しそうに、ああどうですか、みんな食べた食べたうまいからってみんなほうまいわうまい食べてでこちらの油の方は後でもやしと一緒にいただきますんで、ね、ああこのもやしも東京でございます。東京ね。ちょっと細いのね。ああ、こっちの方の。で確かにあのそれは最後なんだけど、食べたシャキシャキしてうまいのさ、脂身もカリッとするぐらいに炒めてさ、ほとんど何も塩コショウだけなの。次はじゃあヒレを召し上がっていただきます。これはこうやって。で俺軽いのが好きだから、どっちかというとうまいんだけど、あ、俺はでみんなも、あ、私も普段ヒレなんですけど。知らないけど触るのが美味しいですねって言ったら、その時にえって顔するかなと思った、油ですからやっぱり何か油だ、油ですからシッシッもやし溶けなくてません、溶けなくてませんシッお前お前最後にガーリックライス召し上がりますかって、ガーリックライスをね炒めるんだけどおこげにすんのちょっとおシッって
四角くこう切れるぐらいにおこげにして、うん、どうぞ。なんかうまいんだよおこげが。やっぱりお値段もそれなりに。いやそれがね、うん、思ったより高くないの。あそう。それ で今日はあのこの風呂は全部もうお客止めてますんで、もう皆さんだけ。いやそれが悪いですよ。悪いじゃん。いや特にこうしてくれる方ゆっくり召し上がってね。そうですかって。で最後うまかったねつって、これで明日頑張ろうねみんなっつったらね、次の日ねあんまりうまいもの食べ過ぎてみんなほうけちゃって。わかる。ラビもステーキとか好きでしょ。好きだよ。あのサーロインあのよくさ溶けちゃうって言うじゃない。ああ口の中で噛まないと思ったら溶けちゃう、うん、違うのちゃんとあって溶けてんの。あだから瀬村さんがよく言う、噛んでると喉がまだ飲むなっていう。まだ飲まない噛む味わえ。で最後パンがカリッカリになってるわけ、もうずっと鉄板に置いてあるから。あなるほど。パキッパキッってやってギュッて食べると肉の味がして、あうまかったよ。次の日みんな包茎、もうセリフが出てこなかったり、あ秋元直さんドアじゃないところでお尻で開けようとしてぶつけて痛いって言って、でもそれはいいじゃない一つの演出 でもみんな拭いちゃって芝居にならなくなっちゃう。でもまあ今回の女性陣はみんな酒が好きだよ。あざわ君がこのペースでみんな飲んでるんですか、いつも絶対来ますよ体に、うん、ダメですよつって。あずま君真面目なの。あずま君急に、僕今回舞台やってボイストレーニングとダンスなろうと思うんですよね。あ、偉いっていうの、やっぱり表現者として目覚めたね。やってみたいんですよね、うん、トラインジョイさんって人はドラネットで、でもそのから硬いから出てさ、まず体直さなきゃね。いいじゃんな、そこからやればいいんだから。 そこからやろうと思うんですよね。でもねあのまだ若いんだもん。あれなの、でも東君野球で怪我なんかしてるから あんまり無理できないかもしれないけど、でも「あ頑張りなよ」とか言って、そうだよ。で でみんなもそしたら「あの七瀬さんも私もそういうのちゃんとやったことないからやろうかな」とか、みんなで「やろうやろう」っつって、で俺和田先生の話して「怖いから行かない方がいい」って言いました。ステーキ美味しかったです。あと神戸で朝あの土曜日の番組、うん、いつでも M を見てたら、ああボブサップさんでーすって言ってたから、ね、関根さんが言ってた人だと思ったら、うん、うわーってあの裸で出てきて、ああパンツ一丁でレスラーの格好で、ああうわーってまずあの新人 の誰だっけやつを高く上げてソファに落としたりして、うん、あーってリング持ってリングをあーいやーって言ったら、渡辺徹君が食い物に染まんぜつんじゃないよとか言って突っ込んだら、あーって今日のボブサップさんでーすってエミさんが言ったら、おはようございます、おはようございます、これかわいい人だ、かわいいのよ。インテリなのね、それすごいインテリなんですよ。でずっとニコニコして、ね、薬学とね、そうそう何かを習ってるんですよ。そうそうね、すごいんだ、頭いいんですよ。それで笑うとニコニコして笑うんだけど、うんうん、あの調子に乗って若手が笑ってる時に突っ込むとあの顔になるわけ。そう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 もうみんな泣いてたよ。そう面白い人だよ。ボブサップさん会ってみたいな。今本当一番今旬です ね今一番スーパースター。体すごいけどね。すっごいですよ。はい、ラビ教育、まあ、あのいろんなね、あの子供に対してはいろんなものを提供して自分で選んでもらおうと思いましてね、子供には、はい、でも観光期はちっちゃい時から見てるわけですよ。お住まいでショーも見てるわけですよ。うちの娘はずっと、それでまあ、今年はワハハも初めて見させて、ああ、まあ、18になるんでいいだろうって言うんで、さんまさんのコントだけをはねもう3年ぐらい見てるのかな、うん、で今年も行ってきたんですよ。ああでジミーちゃんは見たことなかったの、まだジミーちゃんは6年前に辞めてるんですよ。あそうか、結婚して、うん、作家の絵の方の、うん、でジミーちゃんの今年出るって言うんで、いや絶対見ようって言って、連れてって、ジミーちゃんの今までの一番の傑作であの裁判っていうのがあって、裁判でジミーちゃんがこう弁護士やるの、あれを見せましてね、うちの娘はね初めて腹筋がつったって , 笑いすぎて、ね、でまあいろいろ話したわけですよ。あの近寄ってきてどうなってた、もうジミーちゃん最高だったと、おくれさんも最高だったって、それで松尾伴内君面白いだろう、面白い最高、
庄司君最高っつって、それで石井ちゃん、石井ちゃんいいでしょ、ラサール石井さんがいなきゃダメ、まともな人が一人いなきゃダメ、いいすごい舞台だろっつったら、さんまさんの愚痴と自慢話だけなんだけど鋭いな、鋭いなよ、ある種のね、ああまあタイトルつけるとしたらね、そうそうそう、石井ちゃんがやっぱりこうちょっとグッと締めて、そうそうそう、みんなをうまくコントロールして、さんまさんがエンジンで石井ちゃんがコントロールして、ね、うん、あとはみんな好きにしなさいと、どうに向けてあげるからと、ああでも本当に面白かったって言って、うん、でまあそういうの見せとくのいいなと思ったら、それでで、うちの娘が、ね、今年の観光金もさ、私もう見に行ったから、稽古場も見に行ったから、もう血ワースなんか全部言えるよって言って、頭からセリフほとんど覚えてんの。それからインタビューもできるよ、今日は若者のプライベートな、パブリックゾーンとプライベートゾーンについての、モンマリザはひだぞうさんだ最初に言っておくかな俺らダルメシアンを連れてオープンカフェでお茶を飲むほど頭にうちは湧いてないからな、覚えてる、覚えてんの全部言えんの、違うすも言えんの、やっぱ頭も柔らかいしね、で、すっとね、それは楽しくてしょうがなくて見てたからだよ、まあ、覚えようと思ってないんだよ、うん、で全部ね、代役できるっていうけども、うん、できるんだけども、ラッキーさんの気持ち悪さは出ないし、飯尾さんのああいう色も 出せないっつってで、マイクで、ま、西田貴子ちゃんもできないっつってた、つなぎの役だったらできるかもしれないけど、なんでそんな冷静に、熱く語り冷静に自己分析ができるのマリちゃんは、ねえIQ 高すぎんじゃないの、すごい、こんなにセリフ言えんだなっつってさ、全部覚えてやんのと思ってさ、だからやり合ったの一緒に、俺も思い出しながらできた、うん、あ、面白い、結構面白いコントだなと思って改めて第三者的に観光機を振り返ることができました、あいいね、いいね、そういう家庭の話は、僕もちょっとしていい、この間うちで飯食いながら、オールスターを見てたのよ、ね、と僕がオールスターって何の、オールスター野球の日本シリーズ、日本シリーズ、日本シリーズ、これも間違えてましたね、僕は西武のでかい人、あカブレラ、あのロー君似てるね、それをさお飯食いながら、ほらほらガリレオ出てきた、ガリレオって言っちゃって家族中にカブレラだって言われて、それの流れに乗って、うん、あーって笑って、うん、ここにジョモって書いてあったっけ、西武の、うん、あのまあ共産で、うん、ジョモだよって言ったら、女房があれは会社の名前でしょってマジに突っ込んできて、ふざけてんだよっつって、でもそれだふざけて言ったんでしょ流れでっつったら、高木と陽一足だからね言ったわけよ昔のこと、翔太は何それっつって、高木豊が何やすよ、高木と陽一何やすよって言ったのよって言ったらねって笑われちゃったガリレオって言っちゃった、ガリレオね似てるからな、カブレラねちょっとだけねガリレオガリレイか、この前泳いさんにもあったら、泳いさんが俺こういうハンチングたまにかぶるじゃないですか、8枚履く、うん、でっかい星雲みたいな、うん、で、くだけちゃんもうまたハンチングかぶんでいいのっつって、ああなんかなかなかいいのがなくてとか言った、この間夜さ見てたらさ、レッドホードのさ、ね、レッドオートの映画見てたら、みんながかぶっててさ、小高ちゃん思い出したんだよ、なんだっけなあれ、なんだっけな、オリジナルだっけ、オリジナルって映画だよねナチュラルですよそれが前の日だったからおよいさんのこと言えないなと思ってでもおよいさんもっとすごいのは、うん、ナチュラルですよって言ったら、ちょっと似てるもんねって平気だったところがすごいなと思いますね、いやでも素晴らしい競技ですよラビー、これはなんかね、いろいろ知っとくということね、そう、うん、いわゆる英才教育っていうと、うん、クラシックとか、うん、そういうことを言う方もいますけど、うん、笑いの、うん、いろんなタイプの笑いを見て、うん、ね、今回わははも入ってきて、で、はい、懐が深いもんだと、うん、笑いというのは、うん、でパッチンはここの部分をやってるんだ、そう、さんまさんはここやってるんだ、うん、小高さんここやってるんだ、うん、飯尾くんは別の星にいるんだなとかそういうふうに勉強になるんだよね、うんうん、いいことだな、
でもお前きっと IQ 高いよね、まいちゃん。そうだよ。すごいよ。あ、本日リリース Do As Infinity です。真実の歌。小崎上曲です。まずは意味でメール。あー、はい。あ、これバカ。こういうのを送らせていただいたんですね。皆さん届いた方と同じものを今見てますけど、なんだよ俺普通だな。ラビー、カキフライカレー誰か作ってくれ、ちょっと辛めがいいよね。いないでしょ。エビフライカレーもあるでしょ。カキフライカレーってあるよね。でもある、最近見たことあるよ俺。あ、そうなの。ちょっと食べたいんだ。ブルドッグ一旦噛んだら離さないが、それは寂しがりなんだこれ。一匹狼って言うけれど、それはただ群れからはぐれた方向音痴狼だ。だって群れで暮らしてんだから。一匹狼ってダメなんだよ。ダメだよ。それに比べて俺の普通ってつまんないこと。いえいえ。今月いっぱい地方公演ですね。なんだよ。ハッピーバースデー東京公演成功ありがとう。応募総数3000件、携帯800人、パソコン2200人からいただきました。ありがとうございました。そうですね。メールプレゼントキーワードは言っていいんですよね。もうね、もういいんですよね。頑張れ森本レオ、怖いよ水沢明、よかったね国広智之でした。これはね、僕らはさこのくらいで済んだでしょ。ピーコさんと喧嘩してるらしいね水沢明ね。あ、ピーコさんなんか言ったんでしょ、うん、結局お金が目当てだろって言ったんだって。そうそうそう。だから水沢さんが反論してるんで。そう、反論してるんですって。そういうこと言うと余計ほら水沢明さんがさ、うん、反論するね。ああ、機会を与えて、機会与えちゃうんだ。だから怖いよぐらいにしとけばいい。新潟のペンネーム肉転がし君、小路富人さんの感想という、小崎の おっぱいちゃんこと鹿間さん、それとカマキリ男といい体、他の皆さんこんばんは。こんばんは。浩二さんすごかったです。素晴らしい。全部で24人くらい真似してましたね。普段のショーより人数多かったことです。うん、リスナーが選ぶものまねベスト10で松浦彩がランクインするあたり、リスナーも狙いすぎてて嫌なつき方、笑い方つくな、あ、嫌なつき方するなと感心しました。うん、意外なのは歌丸さんの普段の会話がマスターできないという点でした。ああ、そういうのあるんですよね。そんなもんかな。藤岡弘さんを初公開していましたが、カラクリの加藤純さん、あの人も同じ口調であることに気がつきました。ああ、なるほど。加藤純さんだ。まあ、なんていうかな。まあ、そのモーツァルト的な、まあ、その出会いっていうか、そのまあ、その一つの旋律のまあ、ブロー。あの人、お真似できないよね。あの人絡みにくいよね。あの人が地方行っていろんな人と絡むんだけど、本当にもう田舎のおじさんおばさん困ってるもん。何言ってか分かんないんだもん。自分の世界がすごいあるんだよね。すごいよあの人。埼玉市の片上勝弘君、桂歌丸講演会の皆さんこんばんは。こんばんは。先週のゲスト小路富人さんの感想です。モノマネのうまさはさることながら、うん、そのレパートリーの多さに改めて驚き感服しました。うんうん、一つ一つのモノマネが完成されているからこそ非常に説得力があり、うん、我々を納得させてくれるのでしょう。うん、小崎が一番好きだと小崎を心から愛してくださっている浩二さん、うん、それだけに今回のベスト10は浩二さん自身嬉しかったんではないでしょうか。うん、これからも日本一のモノマネ師として、ある時はタモリさん、ある時はルーお芝居なり活躍されることになります。またゲストに来る日を楽しみにしています。それでは一旦コマーシャルに行きます。素晴らしいよね。でもね、今までにないモノマネのタイプの人でしたよね。そうだね。うん、秋田市の鈴木正幸さん、うん、初めてインターネットから投稿します。小路富人さん似てますね。ラジオで聞いてそうなんだからね。普通テレビで映像付きでね、こう顔でこうちょっと声だけだからね、ごまかされちゃうとかあるからね。私は CTBS でも見たんですが、うん、ルーさん最高です。360度人に同意を求める姿、人のいない壁に向かってまで同意を求める姿には感動しました。これは CTBS でなくては見られない面白さです。あ、なるほど。声だけでなく顔真似もそっくりで、普通のテレビのモノマネ番組と遜色ないなと感じました。CTBS で放送してから小崎を2倍楽しめるようになりました。あ、これあれだな、中田さん喜んでるな。これは喜んでる。 CTBS です。CTBS のおかげでラジオの聞けなかった小笠原諸島や南大東島でも小崎が見られるようになったはずです。今までラジオが聞けなかった離島の人で小崎に聞いてるという人がいれば知らせてほしいですね。また普通の地域の人でも CTBS で見てる人は見ているとハガキの隅にでも書いて知らせてほしいです。どれだけの人が CTBS で見てるか興味があります。それから、うん、しぽ
をインターネットで申し込みました。お、どうしてもインターネットで申し込みたかったので少し遅れてしまいました。それにしてもインターネットは楽ですね。というね、ああそうだね。覚えちゃうとね。ああ。さあ続いて。続いては山梨県鶴市の鶴、うん、河野正和くんです。最強魂見ました。ああボブサップズ。はい。ああサップにラビー史上一番高い高い高いされていましたね。はい。それとサップの球何キロ出てたんでしょうか。はい。あと。新日の試合前にもコントをしていたので報告します、ええ、土曜深夜のドームの放送のオープニングで不敬、うん、姿の乙葉吉岡美穂らに囲まれバナナやジュースを食べさせてもらいご機嫌だったのですがご機嫌だったのでああ男子アナが対戦相手のパネルと相手の名前を叫びながら暴れ、うん、乙葉が止めに入るとごめんなさいと言っておとなしくなるというのを繰り返し最後は手錠をかけられて試合の場面に切り替えました。試合の方もドロップキック一発で相手をリングアウトにしてしまい、うん、あんな強烈なドロップキックを初めて見ました、うん、K-1 グランプリはどうなっちゃうのか楽しみです。それではパポン。170キロあってね、あの要するに、両足が水平になるんですよ。両足が上げて、うん、それ僕初めて見ましたね。170キロの人がヘビー級のクラスの人が、できないでしょ。普通できないですね。普通120、30キロまでの人。それは何、筋力やっぱり。やっぱり運動神経がいいのね。ただのあのその筋力筋肉の塊じゃないんですよ。ああの NFL にてあのあフットボールやったから、フットボールアメリカンフットボールのプロで2年間やってたんですよ。であの体で11秒台で走ってたって言うんだよ現役当時は。はい、で運動神経抜群なのよ。はで頭もいいでしょ。あちょっとね困ったもんなんですよね。何ですか。あの格闘機会があの新人に荒らされちゃってるわけですよ今。ほとんど経験ないわけでしょ。 K-1 は2ヶ月ぐらいしかやってないんですよ。なのにもう席巻してんの。ええ、あのアーネストホースト3回も優勝したアーネストホーストが、ホーストが負けてしまう。ホーストの見たけど、ええ、サドマドショーみたいだった最後。ボッコンボッコンされて、あの怖い顔のホーストが、あの最強のホーストが、うん、だからね分布図がねこうちょっとね、だから黒船が来襲したような感じ。ちょっと嵐を呼ぼうとこなんだ。じゃあそうなのよ、ね、そうなんです。ちょっと思いもよらないやつが来たってやつ。あのだからね土佐犬の大会で戦ってた時にライオンが入ってきたって感じそのくらい違う感じ、うん、そのくらい違う感じ。ちょっと待ってくれと、うん、ちょっと待ってと、うん、はあすごいね。でキャラクターとしてはほら可愛らしくてさ、非常に知的なんですよ。トークショーでも面白いんですよ。そうなのよ。だそこが始末悪いんですよ。ああ、あれが頭あるやつだったらいいんだけど、いいんだけど知的だから。ちょっと万能選手だね。そうなのよ。はあ、ボブサップ。はあ、笑うと可愛いんだよね。うん、であのすごい真面目で、彼は滞在が日程が10日ぐらいだと思ったんで、アメリカの空港の駐車場に車置いてきたわけですよ。ああ、それでそれが滞在が伸びちゃったわけ、いろいろ。ああ、一回アメリカ帰らせてくれと。でどうしてですかって言ったら、延滞料金を払って車をうちに持って帰りたいんだと。そんなのは K-1 事務局とかプライドとかそういえばがもう全部払いますから。ああ、いやでも一回帰らせてくれ真面目なんだ。一回帰ったんですよ、それをするために。プラス猫も心配だったらしい。優しい優しいメス猫飼ってんだ。そうそうか、ちょっとこれは今後目が離せない、ね、そうなんですよ、はい、12月7日 K-1 グランプリ決勝、はい、トーナメント出てきますから。おお、ちょっと地図を書き換えちゃうかもしれない。1回戦があのオランダの怪人、セームシュルト2m12cm。 ちょっと面白そうじゃないですか。また彼が真面目なんですよ。大道塾でね、あの大道塾っていう空手大会に出てたんですよ。でセームシュルトに勝てないわけ、うん、2メーター12あって体重も120何キロあるから。そしてあの東さんっていう元極真の人でか、その大道塾の代表が、お前らセームシュルトの3倍練習しろっつって、勝つためには。なんだっつったら、すいませんセームシュルト1日8時間練習してるんですけどっつったら、3倍やったら寝られないわ。そう、はあ、だから真面目なのセームシュルトも。そうか、だから真面目対真面目の怪物が当たりますんでね、うん、これは見逃せないですよ。ちょっとね、ちょっと10年なのか、視聴率相当だと思いますよ。あのよく僕言うけど、ええ、今まで見てなかった人が見るかもよ。あ、見れます、ね、ええ、だから長嶋さんみたいな人になっちゃうかもしれない。だって誰だっけな、
そこ行ったんだって、キャバクラ行ったらキャバクラのお姉ちゃんが僕ちょっと格闘技 の、 編集やってるんですから「ボブサップ知ってんの？」って。あもう、うん、女の子があの人たちがボブサップって言ってる、言った、ちゃんとあの人誰だっけじゃないんだ、そうボブサップって覚えてんだ。多分アーネスト・ホーストの名前は言えないと思うんだよね。言えないと思う、うんうん、ピーターズは知ってると思う、ちょっといい男だって、うん、CM やってるしあーちょっと楽しみだね、うん、はい、ここでこの秋のゲストのお知らせ。再来週11月13日足フェチをカミングアウトしたこの方が登場します。根本かなめさん、スターダストレビューの根本さん、久しぶりですね。どんなオケベ話が飛び出すのか。うまいんだな歌、うまいよな足フェチどころか全身フェチだと思うんですけどもいやでもこう男はさレディースフェチでしょ、ね、もうどこ撮ってもバト連れてます。なるほどね、立川よかったの今そうだよね、あれよかった、前回も受けたんだよな、似てる似てる。すいません、ゲストは根本かなめさんです、丸非常質問送ってください。郵便番号107-8066 TBS ラジオ水曜ジャンク小崎で待ってます。水曜ちゃん小崎でわお、ねえお母さんあれ買ったよ、あれ何よもううるさいよね、何黒沢敏夫の勝負飴買った、いやブラヒモシューラシュッププクイズ小崎知ってろ。さあ1人勝ち抜くことに小崎の古着、5人勝ち抜くことに小崎マルチテープです。10人勝ち抜くとご招待スタジオというプレゼント付き、2人勝ち抜いてます。ちょっと飽きましたけどね、はい、群馬県太田市の小林智和君、張本さんの真似うまかったこの間テレビで見たけどやっぱり似てたな、はい、智和君、はい、もしもし、元気ですか。こんばんは。あ、張本さんですか。あどうも久しぶりですね似てるなちょっと飽きましたけどね、今日もよろしくね、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日の対戦相手をご紹介しましょう。杉並区鈴木光一君です。高3受験生だ、うん、将来は警察の監視課に勤めたいと、うん、おじゃあいろいろいいね、理数系勉強してしまうのは科学系でもね、これはね本当にね頑張ってほしいよね、もうあの研究率はね 100% にしてほしいよ、悪いやつは、うん、さあたまにいいこと言うでしょ。何言ってんのだから自分で言っちゃダメだって俺が今言おうと思ったあそうなの、うん、さあ、光一くん、光一くん、はい、よろしく、よろしくお願いします。リスナー歴3年、はい、そうですね、よろしくね。監視官になりたいんだ。そうですね、頑張ってよ。じゃあリス系好き。大好きです。あいいね、じゃあリサ・スティックマイヤーみたいな女性がいいんだリス系だと。わかりますね。なんとなくわかるよね。わかりますね。うん。そうなの。これはちょっと今わかんない。いや、わかるの。鈴木君とわかるんだ俺。鈴木君、はい、聞いてほしいこと聞きます。はい。これ初めてですね。これ。今何の上に乗っているんですか。あれは荒俣さんの上です。ボーン。誰？荒俣さんの上の。何のために乗ってんの？強調するためバカじゃないのバカじゃないの何を強調するのさあ光一くん、はい、じゃあモノマネ書いてあるから行きますよ、はい、あ、さんまのからくりテレビの加藤純さん、はいどうぞ。あそうっすね、もう加藤純です。あそうっすね、もう似てる。あそうっすね、はい似てるそうっすね、すぐ言うの次、はい、ガクト、どうもです。似てる。あ、それだけ。それだけ。ガクト面白いな。あ、荒俣宏さん。あの陰陽師ってんですか。昔はコンビだったんですね。それラビがいる。ネイマックが23組目にできた役なんですね。はい。最後中明さん。お。いやいやさ、俺だってさ、こういうとこに出たいんだよ。ん今のふむで目を向いたな。うん、おさんいい人なの。ねえ、いい人なの。アキラさん優しいんだ。さあ今日の気分はどうでしょう。最高ですね。大人なんだよ。大人なの。小一くんはあの合言葉どうしますか。じゃあアリシューで。アリシュー。アリシュー。ありがとうってほら合言葉。ありがとう。甘いみたいな。甘いみたい
友和くん、小一くんです。どうもこんばんは。どうもこんばんは。いろいろ強調なさってるということで。ああ、はい、やってますね。頑張ってください。ありがとうございます。いいね、今日なんか男同士の会話って感じです。大人って感じだよね。じゃあまずは、友和くんは三冠王ね。はい、はい、アリシューの小一くん、お互いに合言葉せーの、三冠王。あ、いいかな、聞こえましたね。聞こえますね。特に最初のさ、アリシューのあ、三冠王のさ、ちょっと多めに言ってくれると大きめに分かりやすいです。それでは深呼吸です。やっぱり小崎な。問題。ラビが先日ボーリング対決した今話題の三冠王。はい、友和くん。ボブサップ。おお。あ、ボブサップだ。ビーストだ。あの声出ねえよ。小一くん、はい、まあ1問目は友和くん今までの経験値でいきますんでね、はい、大丈夫かよ小一くん。なんか ラジオ聞いてるみたいで、なんか普通に聞いてしまいました。なるほど。ガクト君そうなの？甘いみたいな。さあ行きましょう。友和くん、一等選手、問題。これから流すコージー富田さんがやっているモノマネは誰のモノマネでしょうか。どうぞ聞いてください。まあ言うたらほんまになんですね。はい、友和くん。桂幹介さん。あー、違いました。アリシュー。はい、コージー君。桂小枝。正解。おお似てたな、小枝さんな。もう一回聞かせてください。まあ言うたらほんまになんですね。似てる。ちょっと俺の小枝さんとか全然ダメだな。小枝やん。いや、それはそれで似てるよ。小枝やん。いいやん。さあ1対1です。1対1ですよ。はい、はい、さあ次の問題はラビーから出してもらいます。これからムックンがやる問題です。あ、これからムックンがやるモノマネは誰でしょう。どうぞ。あ、僕はフラノで三冠王。おはい、友和さん。吉岡秀隆さん。お、正解です。小林くん勝ち抜け。ありがとうございます。はい、今日はいい戦いでした ね、はい、ね、どうですか小林さん。いいやん、すごいやん。小林くん、はい、残念でした。はい、はい、またぜひチャレンジしてくださいね。はい、わかりました。はい、じゃあ友和くんにエールを送ってください。これからも頑張ってください。ありがとうございます。強調します。強調ってのが面白かったな。ありがとうございます、はい、また聞いてください。はい、わかりました。失礼します。はい、記念に送ります。ありがとうございます。はい、さあ友和くん、はい、ちょっと一瞬ブランクありましたけど。そうです ね、自分のペースでやりましたね。はい、ああありがとうございました。別に非常に落ち着いて聞こえますけど。いや、一応緊張してるんですけどね。緊張してますか。はい、はい、今度は4人目になります。ありがとうございます。頑張ってくださいね。はい、はい、ありがとう。はい、失礼します。はい、さあこのコーナーではチャレンジャーを募集しています。電話番号にてモノマネ、ぜひ聞いてほしいことを書いて送ってください。よろしく。水曜ジャンク小崎んで。わお、荒俣さん、火の玉は存在するんでしょうか。そうですね、火の玉は実際にあるんですね。雪男はどうですかね。雪男はですね、かなり寒い地域に行くとですね。じゃあ雨男は。そんなのいいね。皆さんこんばんは。この時間は明日発売の週刊ヤングサンデーのグラビアを見ながら、女性とは何か、美とは何かについて考えていきます。今週も語ってくださるのは、日本でただ一人の自称、いや私はこの自称も取りましょう、日本でただ一人のプロの女人鑑定家のこの方です。ドクターオパ関根です。先生、早速ですけども、今週のグラビア美女はこちらです。あ、とうとう来ましたね。白石美穂さんです。大好きですね。大好きですか。やられてます。先生はっきり言ってやられてます。先生、じゃあページを送ってください。今日はページを送るのが怖いですね。そうですか。先生が初めて弱音を吐きましたね。さあまずは波打ち際で自転車に、波打ち際に自転車っていうのはこれやられますね。これ後輪のブレーキはどうなるんですかこれ。多分錆びると思います。こちら、こちらのね、ヤングサンデーのつけたキャプションは、15分遅刻してもきっと君はエクボで迎えてくれる、
白石美穂です。 We want Dimple Cutie。 いいですね。でもね、一言言っておきます。白石美穂ちゃんは素敵です。でも15分遅刻してきてもエクボで迎えてくれるのは半年までですね、付き合って。 ありがとうございます。これプロの女人鑑定かな。皆さんメモをしておいてください。その後は半年ですか先生。そうです、その後は怒られますよ先生。つまり先生、つまり美穂ちゃんに会うのに遅刻はないだろうと。そうですよ。そういうことですね。そういうことです。わかりました、早く行けと。イエース、私だったら1時間前に行ってます、ね、あ先生、私もそうです、私はあの現場に早く着いてるのが好きなんです。私もそうです、現場でゆっくりするのが好きなんです、あそうです、私もです。先生、そしてこの波打ちが、ちょっと曇りっぽい空に落ちた。そうですね、はい、波まで泡立ってますね。いいですね。タイトルお願いします。ミジンコになりたい。先生、ミジンコになればさ、この足首まで、足首を触っていけるんで。先生、はっきり言って美穂ちゃんにやられてますね。やられてますね。いつもの綺麗が感じられないんですよ。そうですか、はい、次行ってみましょう。いいね、2ページ目もいいね、3ページ目もいいね。次です、見開きです。動きがあるね、違う感じです。お見開きです。赤い、赤いワンピースで、これ赤いするとも水着、水着じゃないですね、きっと。なんでしょうこれ。まっすぐこっちを見てます。前歯を覗かしています。あがないなよな。あがなう必要ないですよね先生。先生、この見開きページタイトルお願いします。フェラーリズアイ。ああ先生、常日頃イタリアの車はセクシーだとか。しかもあの赤でしょ、はい、フェラーリが似合う、イタリアンレッドです、ね、赤が似合う目を持っている。なんかガイアが笑ってますけど、ガイアじゃないよ。さあ次の、次は黒で来ました、黒で。うわこれはね、オスグモは。クモってのはスパイダーですか。スパイダーでもあり、そのクラウド、クラウドのクモですよ、はい、で見つめられちゃったからオスがバレちゃってるんです。だから見上げられてる。クモはどこ行ったんですか。だからクモなんですよ。どっちの。だからどっちでもいいんだよ。見上げられるからさ。ああの見上げられる存在なのよ。なるほど。ヤモリでもいいんだけども。はい、あ。うん。オスグモ。さあもう一つ横です。左のページ。これ。サマーセーター一枚です。この綺麗な足だね。この左足の角度の付け方といいね。このね、左指も綺麗だね。綺麗だね、この左手のさ。おいおい、ちょっとこの人差し指、この肩甲骨、いや素晴らしいね。先生どうですか。これあれです、これはね、あのこれあれです、あのちょっとシャワーを浴びてたエンジェル。先生、あの羽はちょっと置いてある。あ、これからつける。肩甲骨にね。そう。ちょっとシャワー浴びてたエンジェル。そう。全然文学的じゃないんですか、ね。さあ、そして最後はまた波打ち際です。ああ、波。これはすごいな、これ。写真集買わない人。先生、ありがとうございました。別に水着とかそんなないのにね、こんだけセクシー。先生。先生、何最後にグラビア美女へ一言お願いします。美穂さんに。はあ、こうですね。ですから一言言いましょう。青年実業家に気をつけろ。ありがとうございました。わあ、あなたいくつ。47です。コサキン始めて何年。20年になります。あなたにとってコサキンの20年は何だったんですか。はい、おっぱいことモンマリとタワワちゃんです。それだけ。コサキンビデオしぽほら。はい、今申し込み受付中です。シュポ、昨年11月に渋谷公会堂で行われた20周年記念イベントの模様、佐々木勲さん、水木一郎さん、冠二郎さんのスペシャルライブ、浩二富田さんが審査委員長のイタリアモノマネグランプリ、
ラビー&和田先生、鹿間くん熱唱、北の男父、小崎スペシャルコント、その他おまけ映像満載で、収録時間は1時間30分でございます。税込み送料サービスの2980円、2キュッパですね。送料込みですからね。はい、込みです、今回はハガキとインターネットで受け付けております。ハガキの申し込みはこちらです。郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ水曜ジャンク小崎では、小崎ビデオ申し込み係、普段の宛先でよいことようございますね。インターネットでの申し込みはこちらです。www.tbs.co.jp/radio/junk/www.tbs.co.jp/radio/junk/このホームページからビデオ購入申し込みページへアクセスをしていただければ大丈夫です。いずれもハガキもインターネットも住所、氏名、電話番号、希望本数を必ずお知らせくださいませ。住所、氏名は書かないと送れませんし、電話番号何かあった時に連絡が取れません。そうですね、希望本数書かないと100本送っちゃいます、はい、商品お届けは宅配による料金代引きシステム、嫌がらせだよ100本、100本送ってね。でも100本とも全部種類同じですから100種類だったら嬉しい。宅配による料金代引きシステムです。お申し込みからお手元に届くまで 2,3 週間の予定ですが、ただいまちょっと申し込みが多いんで、お申し訳ありません、一部発送が遅れています。あらららら、僕もこういうのね、パソコンで言われたりすると、なんだよそうなんですよね、電話したりしちゃうんですけどね届かないという方すいませんが、もうちょっとお待ちください、ごめんなさい。そして小崎ビデオに続いて発売になる小崎本情報、シュポポンポン、このポンは本です、ブックです。シュポポンという名前ですね、ええ、つまり馬場さんが、馬場さんブッチャー投げたらシュポポポポン、そうですね、最初に作って玉砕したコントです、そうですね途中まで面白いんだよな、誰も笑わなかった途中まで面白かったんですけど、上がってやんのって言われちゃったコントです11月28日の木曜日、発売になります。本体857円プラス税金、ページは288ページです。素晴らしいですね、発売元は高揚館でございます。お早めに予約をお願いいたします。シポポンでございます。またちょっと予約の時言いづらいと思いますけども、シポポンをお願いしますというふうに言っていただければ、あ、小枝さんで言えばいいんじゃない、シポポンやん。そしていつも通り記念イベント、有川修一先生サイン&握手会がございます、はい、素晴らしいですね、本の内容一切書いてない先生が握手に行くっていう、これよくわからないんですけど、いつも思ってるんですけど、いいんでしょうかね、僕一行も書いてないんですよ、僕何にも携わってないですよ、ね、コメント集があるからだ、あ、そうそうそう、あ、そうですか、そうそうそう、いやでもその前からなんかやって、有川先生、有川修一先生サイン&握手会があります。日時はこの発売日と同じ11月28日の木曜日です。1128、はい、で先生ご多忙のため、午後6時から午後7時までの1時間やっ と, ということ、やっと捻出していただきまして、午後6時から7時まで1時間だけ有川修一先生のサイン会&握手会でございます。所詮は、あ、場所は所詮ブックタワー、あの今回いつもと場所が違いますんで、あの思い込みが激しい方気をつけてくださいブックタワー秋葉原でございます。所詮ブックタワー、JR 先生も間違えていかないように、電気街ですね、はい、JR 秋葉原、地下鉄日比谷線秋葉原徒歩1分、地下鉄新宿線岩本町から徒歩3分でございます所詮各泉、所詮ブックタワー秋葉原店でございますね、参加方法はお店で本をお買いになって整理券をもらっていただければ有川先生とサイン&握手ができます。お店道路混雑してます、周りの方、係の方の指示に従ってください、よろしくお願いいたします。先生、じゃあ、はい、11月28日にお会いできるかもしれない皆さんに一言どうぞ。はい、あの待ってます、あの僕は何もできませんが、それでよければ来てますあのそれから、あのこれは本当にですけども、先生にコーラ甘いものの差し入れはあの一切あのお断りしておりますあの、はい、ただお気持ちだけ運んでいただければ、あのだから逆に玄米とか、あの葉とか健康食品、まあ、青汁とか、それもあの心 の, あのそのお気持ちだけで結構でございますねコーラ甘いものは厳禁でございます、よろしく、先生からも言ってください、はい、今回はご遠慮、そういうのご遠慮しますので、はい、あの結構楽しみにしてる
せこいな。もらうの楽しみにしたの。ね、はい、何もらえるかなと思ったの。そうですね。結構すごいもらえるんで。何時か困らないんで。バカ。こ、はい、日だとタクシー乗って帰っちゃったの。そうです。失礼ですね。何もしないで。申し訳ないです。よろしくお願いします。小崎ね、わー、おい渡辺ジュース買ってこいよ。わかりました。おい渡辺肩揉めよ。わかりました。おい渡辺片付けとけよ。わかりました。おい渡辺投稿写真買ってこいよ。それはできません。小崎コント劇場、作立川で、タイトルスター誕生。あね、だから違うんですよ。あのアイドルっていうのはね、あのまだっていうのね、間が悪いやダメだ、なれないタイトル。何アイドルになりたいやついるね、女子大生、女子何今時女子大生なの。浅井さんお願いだ、預かるけど見込みなかったらもうよ、帰ってもやだ、呼べばいいですよ。はい、ほい、失礼しまーす。失礼しまーす。なお名乗れ。あ、佐藤舞子ですって。西田貴子です。だから普通でダメだから。だから普通だとアイドルになりたいんでしょ。はい、 なりたいです、ね、だったらね、あの人と違うこと言わなきゃダメだっていう。桃江ちゃんもピンクレディも人と違うことやったのね、それでスターになった。金ちゃん流アイドル教育、ここから、はい、やり直し。どうもどうも、男に生まれたら、髪の毛を丸坊主にしたい佐藤舞子です、お願いします。いいじゃないこれ、それだよ。男に生まれたら、そう、あのあんたみたいな子が丸坊主にしたら可愛らしいなってみんな思うんだよ、その時に。あ、本当ですか。うん、で嬉しそうに言ってんだろ。そうですね、それに言わされてるように言うやついいんだよ。あ、嬉しそうでよかった。はい、100点、はい、そっち。はい、西田貴子です。東京から参りまして、渋谷区に住んでおります。あの、ね、西田貴子という名前でございます。性別は女性です。見たらわかるよ。あの、はい、あのね、はい、あんた違う流派で100点。うん、はい、うん、あの言い方変えてる。あ、普通の挨拶なのに言い方変えた、はい、うまい、うまいよ。ありがとうございます、うん、親子丼でさ、はい、あの卵がさ、はい、あのトロトロって感じだよ。あ、いいじゃん、おいしい。でご飯上乗っててよ、あれご飯しかないのって言ったら、掘ってくださいって、あ、中入ってったって、そういう親子丼。あ、じゃあ逆親子丼ってこと、うん、お前言うなって。あれ浅井さんから3人って聞いてたけど、アイドルあと1人誰かいいの。ごめんなさい、遅くなりました。匂いが臭みです。ファミリーズすれば2分は臭くありません。なんで遅刻したのよ。お尻書いてたら遅れました。100点、うまい。お尻書いてたらうまい。前の2人言ってないもんな。お尻書いてって言ったか。あ、すいません、あの眉毛さっきほじくってました。何眉毛ほじくってた。面白いよ。もう100点、言い訳としては100点だよ。でも遅刻ダメだって。ごめんなさい。はい、遅れてやってきた蕎麦屋の出前。何ですか。何聞いたらおしまい。ほらやる。あ、なんで遅いじゃないかよ。ブラックタイガーです。うちの天丼はブラックタイガーです。あ、それね、俺ずっと欲しかった答えだよ。昨日からなんかそういうのないかなと思ってたんだ。うまいよ。そっちのマイコ、え、お前もやる。マイコ、私ですか。遅い、お前子。あ、まあ、ごめんなさいよ。あ、遅いよ。そうですね、あ、で、そば屋ってことで、はい、私今さっき麦茶飲んできて、あの汗をかいて、すごいあのびしょ濡れてきました。びしょ濡れ出前だよ。びしょ濡れ出前で、何、汗、ちょっとあの家に入っちゃいっていう、下心丸見です。大変嬉しいからお風呂入ってきなって言いたくなっちゃう。あ、お風呂入っていいですか。最高だ、100点100点。はい、はい、高子、お前は高子だ。はい、お前は違うんだよ、はい、遅れてきたピザ屋だよ。え、ピザ屋、ピザ屋さん。あ、え、ピザ屋になりきるんですよね。だ、聞いたらダメだ。あ、聞いちゃいけないんだ。遅刻の言い訳ですよね。だ、マジで聞くなっちゃう。そっかそっか。あ、ホームパーティーを開いてたら、だからピンポンって。あ、だろ、ピンポン。はい、どなたですか。カランコロンカラン。お前が開けるなよ。あ、そうだそうだ、俺が開けるんだよ。だピンポンから。あ、ピンポン。はい、どちらなんですか。あ、決して怪しいものではございません。だピザ屋だって言えばいいんだよ。すぐ。あ、これ店舗だから。どなたです。ピザ屋です。遅いよ。あ、そっか、開けてくださいよとか、そういうことだよ。はい、
ピンポン。お、だ、なん、誰ですか。ピザ屋から参りました、ピザ屋です。遅いじゃないかよお前よ。すいません、ガチャガチャ、あ、どうも、はじめまして。なんでお前が開けたの。一度は二度だ。ダブルオーセブンの部屋か。はじめまして、ピザ屋でございます。あ、挨拶はいいんだよ、遅いじゃないかよ。すいません、あの、実家でホームパーティーを開いていましたら、あの、遅刻してしまいまして。あんた今日、じゃ何挨拶行ってなかったの。そうなんですよね。君たちね、悪いけどアイドルなれない。そんな、いいよ、私たちスーパーアイドルしてください。あ、踏みつぶされそうになって助かったと思ってほっとしてたら子供に蹴られたカエル。うっ、うえ魂だけはおたまじゃくし経由はやめて。俺ね、それ大好きなんだけどさ、大好きなんだけど、アイドルじゃないから帰っていい。お願いします、私たちスーパーアイドルしてください。やる気あるのか。あります。グループ名なんていうの。あります。ダメだよそれじゃ。グループ名で売れるか売れないか決まるんだよ。社長に、大将に決めてもらえって言われて。なんで俺決めんの。大将に名前を付けてもらった人はみんな売れるって聞きました。あ、そうなの、確かにそうなんですよ。芋筋取るよね、俺らが付けたの。でもブカブカ売れませんでしたね。だから、うん、いいこと言った、お前。だからそうだよ、だから違うんですよ。ブカブカはわざと売れない名前つけたの。そしたらブカブカ時代に売れてたら今の箸の読みはいない。さすが金ちゃん。だ、褒めるなって返せないから。それじゃグループ名つけるよ。よろしくお願いします。違うよ、自分たちで考えるの。それぐらい考えられないやつはアイドルやってもダメだって。なんだってダメだよ。はい、考える。どの名前考えればいいんですか。普通の名前つけてダメ。まず強そうな名前。はい、強そうな名前。はい、考える。西田。あー、来た。キング、コブラ、ストロング、毒マムシ、己呪い。だから人が覚えないっちゅう。あ、そっかそっかそっか。でも好きだよそれ。はい、キングコブラ、ストロング、毒マムシ、己呪い、己呪い、ドロドロドロ。なんで。お前医者行ってこい。はい、マイク。カッチコチに固まった豆腐3人組。それも好きだけどちょっと長いな。あ、長いか。人が覚えられないんだよ。あ、じゃあ葛藤。んカチカチに固まった豆腐3人組の略して葛藤で。葛藤。え、そうすると、うん、あの強い感じの、ま、意味合いに転がりますね。うん、お前頑張ってていい。関根、うん、あ、関根じゃない、お前匂いが匂いが。しっといしっとい。それは医者の嫉妬医。そうそうそう、一番立場強いんですよ。俺それ一番好きだよ。嫉妬医ってすごいな、なんか世間を切り裂きそうだな。そうそうそう。どんな、だって小泉さんだって嫉妬医の前ではもうペコペコですから。お前嫉妬医だろ。手袋してる、手袋してる音いいぞ。お前匂いが、お前なんかある。お前なんか持ってるな。よろしくお願いします。お、何年のカメか。いや、嫉妬医だからマスク越しに。うまい、細かい芝居が。コメディーはあのリアルスティックにやってほしい。はい、次、勢いのある名前。はい、舞子ちゃん。え、勢いのある名前。そうですね、じゃあ、じゃあプリモンキーで。プリモンキー。プリモンキーで。うん、お前その場だけで言ってるな。今度西田うまいんですよ。西田、勢いのある名前。勢いですか。やっぱ勢いというのは早いってことですから、シュンシュン、ギュンシュンシュン、シュ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 みたいな。シュシュントリオみたいな。お前触れないな。お前触りづらい。触りづらい。はい、お前、リンパ腺うまい。リンパ、お前やったよ。嫉妬医リンパ腺100点だよ。決めたよ、お前たちのね、3人グループ名決めた。はい、風呂敷。全然違う。今までの関係ないし、なんか売れなさそう。文句なら帰って言ってんだよ。金ちゃん、私たちのこと真剣に考えてないでしょ。大当たり、何にも考えてない。ひどい。もう金ちゃんにお仕置き、タカコ、金ちゃんにお題出して。お題ですか。ですね、公園で犬がいました、なんと吠えますか。わかんないんだよ。わかんないって言っちゃダメなの。だからツッコミにツッコむなっちゅうの。金ちゃんこっそり自分で髪切ってマネージャーの優子さんに叱られたでしょ。そういうこと言うなっちゅう。下北沢で迷子になったことも知ってんだからね、みんな。ねえ、ね、タカコ、金ちゃんに何か言ってあげて。なんですかね。朝ごはんはどんな朝ごはんが好きですか。0点。水曜じゃん小崎んで、わー、
お客様の中にお医者様いらっしゃいませんか。ああ君、あお医者様ですか。 No I'm おかわり。はい、あのこの間あの喫茶店にでですね、うん、あの上着を忘れてきちゃいまして、でそれを気づいたのがあの仕事場行って仕事場で気づいたんですけど、うん、なんで上着がないの分かんなかったのかっていう感じなんですけど、そこから電話したんですよ、うん、あの喫茶店に。であの上着あの忘れてっちゃったんですけど、ありますよ、じゃあ取っといてください、ですぐ戻れないん で、うん、で仕事終わってすぐその喫茶店行って、うん、あの上着を取ってあのタクシーに乗って帰ったんですよ、うん、して帰ってから携帯をなくしちゃったこと気づいて、うん、電話したらそのタクシーに置いてきちゃって、うん、だから僕その日何回も忘れ物してダメな人間だなと思って、はい、忘れ物ばっかりしてるっていう。意味の知り大作戦前半戦。面白いね。七尾市の里見隆くん、里隆銭を切らした銭形平次がとっさに投げたら嫌なものベスト3です。3位、吐いたぞり。おお。でもこれシャッて足で蹴ってピャッと飛ばすのあるよね。あるね、うん、2位、洗いかけの洗濯物。なるほど、泡ついてるからね、うん、ペタッとくっつくよ。1位、かわいそうだよ犬が。ムク犬ってねあんまり強い方じゃないんだよ。強くないよね、弱いんだ。ムクムクしてるだけでね、有川みたいだね。そう、あ、ムクちゃんだ。ムクムクムク。会津若松市の藤井菊一郎君、藤木君。園児がこの指たまれと言ってその子の周りに集まってきたら嫌なものベスト3。第3位、怖いよこれ、でかいんだよカラス。怖いカラス。なんかどっかで今体長4メートルの鳥がいるって何も見た見たって言ってるね、どっかで。あ、そうなの。うん、飛行機だと思ったんだって。原始時代なんて。じゃあ犬足かな。飛行機だと思ったんだって。でそば来たら鳥だったんだって。こじゃあニュースでやったよ。足じゃないか。 CNN とかでやったよ。また分かんないけどね。2位、心の一つも分かり合えない大人たち。大人たち。大人たちが集まったら、園児が、園児がこの指たまれと言ってその子の周りに集まってきたら嫌なものですよ。1位、夢見る夢子。ボー、夢見る夢子、何言ってんだよ。新潟市のラビが一番嫌いな世界。新潟市のペンネーム、ニッコ転がし君。ニコ。今平井堅がカバーすれば爽やかな曲に生まれ変わるぞのベスト3。3位、俺がルー大島だ。ダメだ。まず平井君が歌わないと思う。オファーしてもちょっとこれは。2位、綺麗な指してたんだね、知らなかったよ。これいいかもしれないよ。これいい歌だよな。ゴーシュがもう毎日聴いてたんだよ、あいつ。2枚目だから心が。これでも平井君が歌ったらいいんじゃない。いいよ、ね、うん、1位です。ゲーゲーゲゲゲのゲ、朝は寝床でグーグーグー。これを歌唱力って言うんだな、うん、この熊倉さんの。本当に生きてるもんな。いいですよね。美空ひばりさん唯一勝てない歌だよな、これ。熊倉さんに勝てないね。キャラクターで勝てない、上手くても。あ、昭島市柴田道江さん。柴道。お相撲さんの化粧回しに書いてあったら嫌な言葉ベスト3。 3位、甘い生活。甘い生活、今野口五郎さんもね、今歌ってる野口さんもね、甘い生活を送ってらっしゃるってことで。でも昔のお相撲さんはね、うん、1年を10日で暮らすいい男って言われてたんでしょ、うん、10日相撲取って1年やった。そうです。2位、フルーツスキャンダル。かっこいいね、化粧回しにフルーツスキャンダル。それもあの暴走族文字で、あのフルーツスキャンダル。お相撲さんの化粧回しに書いてあったら嫌な言葉。1位、君とイチャイチャしてるところを見られちゃったわ。バッカで長すぎるよこれ。これあげよ、これ面白いですね。さあ
後半戦の前に曲いきましょう。いつの日にか、島谷ひとみさんです。はい、いつも僕を吠える犬がいるっていう話をしたんですけど、この間僕以外の人を吠えてまして。あ、本当？あ、ちょっとニヤニヤしてたんですけど、実はその吠えられてる人にちょっと睨まれて怖かったです。まあ、意味ね。 CD 大作戦後半戦、札幌市の渡部祐介くん。渡部嫌なゴレンジャーのメンバーベスト3です。お、3位、もしもし、なんととアカシア、アトレア、ひまわり。いいじゃん、いいじゃない、なんか、ね、全部女性でね。うん、2位、殿様ガエル、アマガエル、イボイボガエル、アオガエル、ド根性ガエル。いいね、これじゃちょっと違ってくるよね。ゴレンジャーじゃなくて、なんかコメディレンジャーなんじゃ、うん、1位、いつかのイサム、かわいいカズオ、待ってるマコト、寄り道をしよう、突っ張りつとむ。これもなんか面白そうだね。夜のゴレンジャー、これ面白い、あげましょうね、これね。夜レンジャー。七星の里見高春くん。里高、高橋秀樹ちゃんの勝負下着を間違えて身につけてしまった北大路欣也ちゃんの気持ち。設定自体がすでに面白いですね。高橋秀樹ちゃんの勝負下着を間違えて身につけてしまった北大路欣也ちゃんの気持ち。どこで間違えたんでしょう、うん、泊まりに行った時でしょうか、その楽屋ででしょうか。どっちがどっちに泊まりに行ったんでしょうか。いろんなことを考えながら聞いてみましょう。3位、私、愚かな女の子ですか。おお、愚かなのかと。2位、黒沢つみちゃんはね、もうね、5年で4人か子供産んで目覚めちゃいましたね。バカだよ本当に、もうオーストラリアで。やっぱり広大な大地が、そうですね、彼女を開放的にさせたんじゃないですかね、ね、多分そうですよ。厚み産んじゃった、厚み産んじゃった、そう、うん、厚み計算部です。高橋秀樹ちゃんの勝負下着を間違えて身につけてしまった北大路欣也ちゃんの気持ち、まあ、設定が変ですよね。どこで間違えたんでしょう。1位、大人の階段登る。もう大人なんだよ、とっくに。もうベテランだよ、2人とも。のしろしの渡辺淳一くん。ラビジュン、いきなりルー大柴ベスト3です、うん、3位、はえろあんな、はえろよさかんな。あのさ、悩んだんだよ、どっちにしようかさ、うん。似てるな。今のコージーさんだからね、うん、いきなりルー大柴に、チョコレートパンにあんパンにどちらにしましょう。あのさ、悩んだんだよ、どっちにしようかさ、うん、本当に似てるな、うん、1位、右は越後へ行く北の道、左は木曽まで行く長線路、続いてる。あのさ、悩んだんだよ、どっちにしようかさ、うん、あげよう。これこれさ、知らないで聞いても俺たちルーだと思っちゃうね。そうね、ちょっとコージーさんのモノマネがすごすぎてネタ自体が飛んでしまいました、ね、失礼しました。のしるし渡辺淳一くん。ラビジュン、いきなり島田紳助ベスト3。3位、諦めましょう、諦めましょう、好きにしましょう、決めたらできるって。なんで諦めんねん、諦めたらあかんって。似てる似てるな。いきなり島田紳助2位です。逃げた女房にゃ未練はない、我々一生懸命探しまして、ね、日本全国探しまして、そしてお母さんね、見つかりました。似てる。1位です。もっといい
年使ってんの。5年長いな、信用してるやんな、浮気してる思ってるやんな、2回してんで。あげよあげましょう、あげよう。やっぱ浩二さんはネタに勝っちゃうね。あで、あの本当目の前でやってもらってるでしょ、この間耳で聞いてる方がすごいね。すごい、あの映像がない分ね。おう、すっごい。これあれだよ、柴田信介さんの 顔にくっつけられたら本人だと思っちゃう。あ、わかんないよ、わかんない、わかんない。あ、それ面白いですね。コージーさんがあの本人だけ口喋ったらアフレコするの、うん、誰でさあ、どれが本当で本人の声でしょう、うん、難しい、わかんないよこれきっと。なあすごいな。ねえ、そうですよね。日本の方がうまいね。立川よかったの今の。そうだよね。あれよかった。前回も受けたんだよね。窓ずれてます。なるほどね。似てるな。似てるよ。ありがとうございます。さあ、郵便番号17-8066 TBS ラジオ水曜ジャンク小崎でワーで CD 大作戦で待ってます。小崎でワー。マッチはいりませんか、誰かマッチを買ってください。全部いただこうか。いいんですか、お客さん、ありがとうございます。あの、せめてお名前を。村上弘明です。ご本は忘れません、村上さん。でもなぜ私に親切なんですか。バイバイ、巨乳ちゃん。コサキン、ヤングブコラ。小崎のヤングたちをフィーチャーするこのコーナーは、今週は先ほどコント劇場にも出場していただきました、マイマイの西田孝子ちゃんです。マイマイです。西田孝子です。よろしくお願いします。元気です。あれ、マイマイ髪の毛の色変えた。あ、変えました。分かってくれました。赤っぽくして綺麗だね。あ、嬉しいです。あの2日前に変えたんですよ。うん、あとはちょっと感激。なんかワインっぽいの。ワインっぽいです。ワイン飲めませんけど、ワインっぽいです。あの前髪も微妙に切ったんですよ。ああ、かっこいいじゃん。で、これはワンレンみたいな感じで。なんか大人っぽいじゃん。そうですか。どうもどうも。あんたやつやる。急に寒くなってきましたが、風邪とか大丈夫ですか。めちゃめちゃ元気だよね。え、そうだね。うん、さあ、今日なんかお題考えてきてくれたんですか。え、考えてきました。はい、考えてきましたよ。で、お題の振り方も一緒に考えてきました。はい、じゃあお願いします。いきます。いきます。マイコとタカコの何でも、何でも質問箱。質問箱箱箱。あ、考えてきたつもりなんですよね。考えてきましたよ。バラバラがいいんでしょ。バラバラなんですよ。これがこれがわざとなんでしょ、これ。バラバラが、え、ちょっと、はい、まあ、計算というか、計算バラバラなんだ。ナチュラルだな。今日はですね、はい、まあ、ムックンとラビーに、はい、ちょっと質問にムックンとラビーから、はい、質問を答えたいと思います。あ、そうなんですよ。ただしですね、うん、ちょっと質問内容に関しては、うん、今から言うジャンルに限らせていただきます。はいはい、で、あの手作りフリップも用意してきたんで、はい、ね、かっこ料理のお話、はい、かっこ美白のお話、うん、はい、かっこ住まいの話、はい、かっこ漫画のお話です。はい、あ、でこの4つに限るわけね。はい、そうなんですよ。うん、で、私たちのおすすめ物件としては、物件は、はい、漫画の話がいいですか。おすすめ物件、じゃあ漫画の話しようよ。そうよ。ね、漫画の話をじゃあ、はい、スタートということで、はい、切り開いていきたいと思います。はい、はいはい、どうでしょうか。あの、小坂さんと関根さん、漫画って読まれますかね。俺も大好き。あ、本当ですか。ラビーの方が好きだかもしれないね。これ今でも読んでない。私すごい漫画大好きで、うん、あの漫画プロだもんね。自ら漫画喫茶で働くぐらい漫画、そうだよね、大ファンなんですよ。一軒目のお店はちょっと訳があって赤字になってしまいましたけど、あの競合店に潰されちゃったんだよ。競合店に、そうなんですよ、潰されちゃった。それで今勤めてるのが今ライバル店に再就職しちゃったな。今就職したんですよ。うん、はい、でなんかいろいろその漫画について語っていきたいなと思うんですけど、はい、何かあの今まで読まれてなんか感動された漫画とかありますか。感動ね、取材みたい。感動、まあ、ある意味僕はあの、今バレーボーイズ、あー、知ってます、知ってます。あまりにもくだらなすぎて感動しましたね。そうですね。僕は古くなっちゃうけど、はい、谷岡康二さんは
強烈だった。強烈だったね。どんな漫画ですか。朝とか。なんですか。ターゴターゴパンパンズンとか。すごい。漫画テレビの漫画ですか。違う、うん。アニメ？アニメじゃなくて。あ、本の漫画。本の漫画。いろんな雑誌に書いてある。でも本の漫画なのに朝っていうニュース。イメージが出てくるの。すごいですね。絵から飛び出して。そうなのよ。あ、そういう人がね、天才だったよ、ね、ああいうあの手のギャグはなかったんですよ。なかった。だってお坊さんがポクポクポクポックリって死んだりするんだよ。え、お坊さんがですか、うん、それだけで倒れちゃう。あと馬が喋るんだよな、うん、いつも馬のさ、あ、馬じゃないや、牛、男の人のわーって言うと歯の間にさ挟まってあの歯がジャカシャーとか、あのあれが挟んでるの、骨、魚の骨がで最後は我知らんもんねとかね決め台詞とか、うん、あと些細なところで小細工がなされてるんです、うん、そう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 。あとラビットが好きだったのはね、あのチッカあ、ね、新田達夫さんのやつですね。あ、ね、怪人、宇宙、うん、宇宙怪人アッカーマンとかね。アッカーマンとかね。あとあれを書いてる人知らないです。あとあれだね、ミイラだったりしてもそうだ。 あれはね、デキンボーイ書いてる。デキンボーイ、これが面白いな。できないボーイとか、そういうこと、うん、そうですね。でも私あの意外と昔漫画家になりたくて、うん、あのちっちゃい時漫画を結構書いてたんですよ、うん、最高3ページなんですけど、うん、そうなんだ。いや、3ページすごいじゃん。そうですね。で4コマ漫画とかも書いてて、うん、あの今日も私さっきあのチョコレート書いてきたんですよ、うん、漫画を。あ、見せてよ。なんか世にも恐怖な幻の高校物語っていうのを書いてきたんですけど、なんかこれはちょっと朗読するのはちょっとどうなんだろうなっていう、どうすればいいんでしょうね。ちょっと見せて、ちょっと見せて。面白い。本当だ、1枚の紙で4コマになってます。世にも不思議な幻の高校物語。高校がありまして、とうとうこの春私たちは晴れの春巻高校に入った。モンモン春子、主人公の春子、グンモン春子、グンモンモン春子、グンモンモン巻子なんですけどね。春巻きを作る授業中、この部屋は160度なので私たち生徒は寒くてムンムンしています。どう後から分かるんですけど、次3番目にここに春巻きを作る授業一発目ってあるんですけど、はい、でその授業を終えてここからあの実践するんですよ。今日はもうすぐエビフライが上がりそう、やだ春子、私たちは春巻きをあげたらいいのよ。そうなんです。でエビフライはエビフライは160度じゃないと上がらないんですよ。だからまだ160度 で180度にやった。最後4コマ目やった。160度になった教室、はい、キャー楽しい春子、春子、マキコ、入学してたたいついて夢が叶い春巻きになっちゃった。天ぷら油に入って自分たちが油で揚げられている様子。あのすごいなんですけど、ほんまに、あ、すごい、あの説明するとすごい深い感じになってるんですよ。説明かけたも一緒にお付けしますみたいな。なるほど。自分たちが春巻きとエビフライだったわけ。あ、この子が春子でこの子がマキコなんで、お互いが合体して春巻きになったんですよ。あ春巻きの具だったのね。そうで、春巻きは180度で揚げるんですけど、エビフライは160度で揚げるんですよ。あ、そうなの、違うんだやっぱね。そうで、この一発目にいる授業は160度なんで寒いんですよ、この子たちは。なるほど。あ、なるほど、寒いわけだ。寒いです。で、160度に適したものがエビフライなんで、あ、エビフライというか、そうですよね、エビ天ぷら、エビ天ですね、うん、そうで、エビの天ぷらを揚げてるんですけど、180度に ならないと春巻き揚げれないんで、もう春巻き揚げる前に私たちが上がっちゃったっていう。上がって春巻きっていう、ね、ラビラビ、この間ね、あれ話それました。違う番組で漫画家の人に会ったんですよ、はい、たらね、あの漫画と映画って、うん、それ映画の番組だったから、似てますよねって、こう、カット割りですよねって言ったの。だ、漫画家の人はね、映画って1枚ずつですから、映画、一番難しいのはね、例えばこういう見開きのページ、見開きが難しいだって、人間ってね、ラビ考えてみて、パッと見開き見た時にさ、1個目を見てないです、一応全部見るでしょ。これでどうなるんだろう。で、一番めくる前のコマ、ここが勝負なんだって。あ、だからこれでもほら、
少し話したいんですけど。なんだ、何が起きるんだ、何が起きる、また逃げましたよ、なんだあの男は。ほら、あすごい、ここでボギー、おー、ケトリーがつきやがって、次に ここは大事なとこがあって、お客さんってパッて全部見るんです。はあ、そうですね。だからね、難しいんだって、カット割りが。あ、逆にね、でもやっぱ見開いた時に目が行きますよ、あの全部行くでしょ、うん、あの俺も言われて、うん、そうだよな、パッとめくって人の前見ないなと思って、バーッとまず全体を把握するんですって。そうですよね、うん、でも2になってくると、あの視野で見ないようにします、私。あ、なるほど、手で隠して。あ、こっちをだからね、この、うん、あの前々 の4個を見た時にパッとまず全部見て、はい、何が起こるんだと。あ、十分張り込めたということです。あ、でもこれ最後見てもわからないですよね、ただただですね、はい、あのエール字が濃いんで、あ、すごい説明できちゃうんだけど、ね、あのほとんどこれあの小説に挿絵状態です。はい、さあ、そしてお二人のね、またコンビ名が来てますよ。そうなんですか。はい、マイマイの高子ちゃんのコンビ名です、はい、熊本県の菊池君、サンハロン君、はい、シャワーとカラン、え、シャワーとカラン、カラン、お風呂場のカラン、あ、セットっていうことですね、はい、ワンルーム密接に2人っていう、そうそう。新潟県のペンネーム肉転がし君、マイコ&高子さんのチーム名考えました、前に高を挟んでまたかいと。あ、またかい、またかい、あと意外に食べないず、あ、食べないですね。食べないですかね、うん、こちら E メールです。まいまいとたかこちゃんのコンビ名、はい、所沢市のペンネーム鉄火丼大森さん、お、ナマステガールズ、あ、ナマステ、はい、え、違う、ナマステインドのこんにちはって、ナマステみたいな、あ、インド語だ、あ、こんにちはか、うん、あ、どうする、え、何が、こんにちはだって、あ、でも嬉しいですね、こういう風に送ってくれたり、まだまだミスちょびひげ、あ、ちょびひげ、あー、ちょびひげ生えてる、あ、脇の方ね、脇の毛ね、脇ちょび、アジの開きとホッケの開き、あー、どっちも好きですね、 え、どっちも乾燥してるってことですかね、乾物もっていうか、乾物も、乾物も、ワタミとウオタミ、あ、でも私魚座なんで、うん、超大きいかもしれないって。野口五郎に対抗して私鉄沿線2323、2人とも23歳だから嬉しいですね、なんかこういう風にあの送っていただいたりすると、ね、でも今日は勉強になりました。あ、本当ですか。エビフライは160度、はい、春巻きは180度、ピンポーン。じゃあ君の恋愛の温度は何度ぐらいかな。そうですね、もう降ってんですね、かなり降って、降って1度ぐらいですけどね。あ、そうなの。はい、今恋愛したい病、そうですね、高尾ちゃんも恋愛したい、そうですね、恋はしていたいですね。なんだよお前、制作発表も全然するじゃん。ということでございまして、ヤング今日は西田高尾ちゃんとマイマイでした。ありがとうございました。本当消化しました。水曜ジャンク小崎んで、わー、お客様の中にお医者様いらっしゃいませんか。ああ、君、あ、お医者様ですか。 No, I'm おかわり。おはぎネット、今週のお題は選手について意味ね、新曲のタイトルでいきます。はい、たくさんありますよ。まずこちらは神戸の、あ、野島大志くん、この間行ってきました、まあ、でもすぐ駅前だったんですよね、ホテルが。新神戸の前のオリエンタルホテルで、うん、下にホールがあるのよ。あ、降りていけばいい。あ、いいね。はい、やっぱり楽だね。あ、移動がね、うん、大阪の、ホールもそういうのがあるんですけど。あ、いいね。やっぱり気持ちが楽、出て遠くに行くんじゃないか。そうなんだよね。もう一回入り直さなきゃいけないじゃない、劇場に。そこからスーッと、うん、はい、のりしもライス君、千葉正夫さんの新曲が出ます。犬にはもう手を出しません。バーン。シェパードにはもう手を出さないと、ね、関係ないじゃん。シェパードさんも香水きつかったもん。埼玉県北埼玉郡の、ペンネームティコティコタックル君、うん、秋竹城さんが新曲を出します。だでも昔はナイスボディだ。そうだよね、ストリッパーですから、ね、そうです、踊り子さんだった。それももう超人気の秩父市のラジオネーム石品大王くん、下條アトムさんが新曲を出します、うん、出会った、そして別れの朝が来た。ちょっとすみません、真似でって書いたんですけど僕できないんで、すみませんでした。ちょっとうるるんだった、ね、あ、
北九州市脱税ブルドッグ村上昌司さんが新曲を出しました、うん、タイトルは俺のギャグはスピードスケートいつも滑っているから、うん、あでも滑るのを芸にしたからね面白いよね受け、ね、ないのがおかしい、うん、北見市の千葉誠くん北海道吉岡秀隆くんが新曲を出します、うん、北の国で雪をルルルルルバカカップリング曲初恋の人は真珠夫人バーカ横山めぐみちゃん、ね、やってたから相模原市の村上敦くんプロジェクト X のキャスターの人が新曲を出しますぺっこり70度やめよ深いよねあの人この人深いんだよいつも股間に両手挟んで喋ってんだよね野村芳雄さんの新曲超能力学園 Z 効果あを作ってると脱税ブルドッグ北九州市、うん、桂小枝さんが新曲出しました、うん、タイトルこれやってくださいタイトルこれです俺ただのメガネザリンやんで乱暴これも越谷市の飯島直樹くん帽子ザルってなの皆さんちょっと笑う準備してください、はい、越谷の飯島直樹くん、うん、柏原芳恵さんの新曲、うん、紅茶も冷めちゃう袋閉じじゃあ俺も作っちゃった柏原芳恵さん作っちゃった対抗しちゃった袋閉じって言うんでサブタイトルが開いてみたらただのおばさんってことそのままじゃないそれでどうってでどうって言われる横浜市の文章だよな三浦清志君桑田真澄さんが新曲を出します、はい、もう一つのアニータ問題バー羽野秋ちゃんが新曲を出します、うん、本名が泉明になってしまったのあ羽野秋ちゃん電話で大阪の友達と話しまくってますってのと関西弁禁止なんだよだから泉元也さん泉家の子供が関西弁になっちゃいけないって言うんだよあだ彼女は子供の前では標準語で喋ってるんですよおあのほら狂言師としてあの変なアクセントが作ってよくないってことはだから大変だと思いますよあの新藤アナウンサーも言ってましたもん大阪 の開業医なんですよお嬢さんなんですよだから東京でずっと標準語喋ってるから友達と2時間ぐらい関西弁喋んだってあでないとイライラしちゃうバランス取れないの、うん、精神的に、うん、大変やん神戸市の野島康君久米宏さんが新曲出します、うん、真中ひとみがいなくて寂しいので里見光太郎さんの顎にほくろを変えて置いておきますバカで黒田アーサーの新曲、うん、同情するならハンコくれバカ鈴木史郎さんの新曲私は大きな沖縄やっこでありんす私実家に帰らせていただきますよくわかんないこれあげよこれなんだよだらない石川県七尾市の辰巳孝くん宇津健さんが新曲を出します、うん、エッチなタンクローリーがやってきたバカじゃないの村上弘明さんが新曲を出します、うん、パイ数学のパイね、うん、に事情になっててパイ事情ってバーカってこれあげよ杉並区の井上香織くん伊藤美咲さんが新曲出しますさらりとした佐藤愛子伊藤美咲さん伊藤美咲さん女目力ってやってた人知らないあー思い出した思い出したあなんか村上なんだっけあの井上さん井上さんパイ事情あ、あの握力持続ってのはどうなんだよいつも揉んでんだバカだよはっきり言っちゃってでもね大きさでもね大きくてもだんだん年取ると柔らかくなっちゃうんで握力も落ちちゃうんだね柔らかいの揉んでると握力落ちましたバカ3日ぐらい寝てろ北九州市の横田博史くんベッキーと小瀬凛ちゃんのデュエット、うん、エヴァとキャロライン陽子2002おお懐かしいね。いたなエヴァ。浅香市の鈴木直樹ケツ見ろとかしたんだよね。うん、そう。そう乱暴なこと。石田哲太郎と杉田薫がデュエット曲を発表します。うん。私たちとにかくひどい人間でした。これあげようよ。これちょっと候補だね今日ね。これいい。これはすごい。畑田光くん岡山市。うん谷隼人さんの新曲、うん、口水フェスティバルバカじゃねえの
谷垣さんの新曲、今度は俺がカメラマン。バカじゃないじゃん。バカじゃない。復習するみたいな。海老名市の肥後まさる君、高橋英樹さんの新曲、湯ざめ肌。バカじゃねえの。読めない。何？よく考えるね。水野アローさんの新曲、つわり暮らし。何だその言葉。何だ。つわり暮らしなんだよ。そんなことはない。女性だってないよ。つわり暮らしなんだ。つわりなんて数ヶ月なんだよ。今つわり暮らしなの？元気ないじゃない？言わない。これもおかしいね。これ取っとこう。これも岡山市の畑田光君、宇津井健さんの新曲、バカだよ、みんな。風の谷の帽子家だった。帽かっこ帽風の谷関係ないじゃん。帽子かだって全然。あ、これちょっと綺麗。もう一つは綺麗。笑点風中山みぽりんの新曲、辻人生さんの人生いろいろっていう。なるほどね。うまいじゃん。涙出ちゃったよ。埼玉県北埼玉県のテコテコタックル君、張本勲さんが新曲出します。よしんば君に敬遠されても。敬遠敬遠されても。バカ。水野春ちゃんの新曲、純情可憐叩かれ模様。バカじゃん。尻に模様がついてるということでしょうね。なんでそんな説明してる。神戸の鳥島ライス君、バートレイノルズが新曲を出します。コンドルヒゲは飛んでいく。面白い。これいいっすちょっと今日いっぱいあるよ。どうする。どうやって家飛んでっちゃうの。男くせーよな。バートレーヌってな。バイソンっぽい。そう、プレイガールって雑誌が一時あって、そこでオールヌードだったね。ピンアップ、すっごい売れたんだってアメリカで。その後セクシーなんだよ。ああいうのが女の人、アメリカの人は好きなんだよ。男してるの好き。ザ男。ザ男。港区の丸山隆之君、国の富幸さんの新曲です。よく考えるな。バカバカ。泣いてる。秋ちゃんのパイパイ、成田でバイバイ。バカすぎるよ、みんな。あげよ。よかったよね、バイバイしといて。杉田浩之君、伊藤氏、松方弘樹さんの新曲です。俺は女房一本釣り、カップリングでも、その後キャッチ&リリース。もう桂小枝さんの新曲、でんでんとタージンと私。眼鏡がね、タージンっぽい。あ、苦しい。クキジのオメガヌーベルバーグ君、改めオメガブルーラビット君、ラビー青年よろしくお願いしますということで、ブルーラビット君で、ブルーラビ、水野アロさんが新曲を出しました。泣いてばっかり。ちょっと面白い。許してください。お尻は顔の一部です。それは間違いないよ。違う。お尻はお尻だろう。顔と顔の一部じゃないだろう。離れてるじゃないか。体の一部だけど。これあげましょう。あ、チブって恥ずかしいかもしれない。そういうことか。深いな。ティコティコタックル君。無理。何？宇津井健の新曲です。デカモニじゃんけんビヨーン。バカ臭すぎよ。ああ、おかしい。来週ですが、3人の人が同じテーマをくれましたね。桜市のハロチス君と、
美濃市の日川さぬ君と宜野湾市のシーバイダラダラおじさんがくれたのは意味ねノーベル賞、うん、ほら2人も日本そうだよね、ノーベル賞が出ましたけども、そこで勝手にコザキンでもノーベル賞を作りましょうと、例えばノーベルおねえ言葉賞ドクターオパサキネ、ノーベルエロイ学賞ケイシー高峰、ノーベル歴史学賞関根勤務論文クレオパトラと彼女を取り巻く英雄たちと、ノーベル新陳代謝賞トム・ジョーンズ、ね、そういうのを作っていてください。 来週は意味ねノーベル賞です。はい、ありがとうございました。今週の MBA ですけどね、肥後勝くんの、水野春さんの新曲つわり暮らし、丸山隆くんのあきちゃんのパイパイ成田でバイバイ、国広富幸さん、バートル・ヘネルの新曲コンドルヒゲは飛んでいく、のりしもライスくん、水野春ちゃんが新曲お尻は顔の一部です、ブルーラビットくん、いろいろありましたが惜しかったですが、ちょっとねこれがやっぱりシンプルでインパクト強かった新しいもんね。朝霞市の鈴木直くん、伊勢哲夫と杉田薫がデュエット曲の発表、私たちとにかくひどい人間でしたMVA です。ひどいああ苦しかった。再来週のゲストは根本かなめさんです。ずいぶん久しぶりですから、皆さんまたマル秘情報送ってください。あと聞きたいこと、またエッチトークもしてくれると思いますんでね。もうでも根本さんもミュージシャンの間では重鎮でしょう。そうです ねベテランですからね、ぜひ皆さんおはきファックスください。郵便番号107-8066 TBS ラジオ水曜ジャンク小崎んではお、ファックスは東京03-5562-0954、東京03-5562-0954です。 E メール kosakin@best.tbs.co.jp、 kosakin@best.tbs.co.jp です。明日のこの時間サマーズが登場ですね。さあ理香君、はい、少し痩せたんじゃない？痩せてない？痩せてないと思います。怖いです。痩せてる。少しコーラは抑えた？抑えた。いや抑えてないです。いつも通り食って。何食ったの？昨日は何食べた？昨日ですか？昨日カレーライスを食べました。何時に？夜食べて、夜中の2時ぐらいに食べました。せーのじゃあみんなせーのパッホー